皆さんこんにちは、水木玲です。下水道に関するいろいろな疑問に答える下水道 Q&A。 今日は渡良瀬川下流流域下水道思い川処理区の特集だよ。今日のゲストはトイレットマンです。よろしく。そして現地レポーターは高梨真希ちゃんです。今日は思い川浄化センターに行っています。真希ちゃん。はい、高梨真希です。今日はこちらは雨が降っています。後ほどレポートをお届けします。はい、いつも爽やかな真希ちゃんでした。それでは早速最初の質問に行ってみましょう。小山市ママダのなほちゃんからアクセスがありました。私の住んでいるところの下水はどこへ行くんですか？はい、いい質問です。なほちゃんの住んでいるところは渡良瀬川下流流域下水道思い川処理区といって、交通が発達し商業が盛んで、夏には大きな花火大会が行われる小山市と、東京へ通勤する人の家が立ち並び、ひまわりの里としても知られる野木町の下水を集めて、野木町にある思い川浄化センターで処理しています。2つ以上の市や町の下水を集めて処理を行う下水道を流域下水道というんだよ。そして浄化センターが下水を受け持つ地域を処理区と言います。栃木県には5つの流域下水道があって、処理区の数は7つです。工事や管理は県が行っているんだよ。なほちゃん、わかったかな？よくわかりました。どうもありがとう。それでは次の質問に行ってみましょう。野木町のケン君からアクセスがありました。下水はどこを流れていくんですか？はい、このケン君の疑問にはトイレットマンがお答えします。僕が案内するよ。下水は道路の下に埋まっている下水管というパイプの中を流れるんだ。下水管は傾けてあるので自然に流れていくんだよ。だけどそのままだとだんだん深くなってしまうので、中継ポンプ場で水を汲み上げているんだ。ここ思い川処理区ではママダ中継ポンプ場が活躍しているよ。あそこでは下水管の点検をしているよ。マンホールから中に入ってひびや割れがないか詰まりがないか調べるんだ。ケン君、どうだい、わかったかな？わかりました。ありがとう、トイレットマン。続いて次の疑問に行ってみましょう。マリナちゃんからメールが届いています。浄化センターのことについて教えてください。それでは思い川浄化センターのマキちゃんを呼んでみましょう。マキちゃん。はい、今日は福田城長さんにお越しいただいております。汚れた水がきれいになる仕組みについて教えてください。それはまず下水の中の大きなゴミや砂を取り除き、さらに沈殿池で泥を沈めます。それから反応タンクで顕微鏡でしか見ることのできない微生物の働きによって汚れを分解するという方法をとっています。センターにはどんなご苦労がありますか？下水道は一度動き出すと止めることができません。ということは施設も止めることができないわけです。そのためには機械が故障しないように毎日点検することや、微生物が働きやすいような環境を作ることです。ありがとうございました。マリナちゃん、わかったかな？それではマイクをスタジオに返します。マキちゃんのレポートでした。浄化センターでは下水道の働きを知ってもらうため、見学会やフェスティバルを開催しています。私たちが何気なく使って流している水、みんなが寝ている時も
浄化センターは休みなく働いています。このきれいな地球をいつまでも残すよう、今日から水を大切に使いましょう。それでは皆さん、また見てね。地球の水を守る本物の水ヒーローになるために、水ヒーロー津波屋大学教頭教育学部附属小学校2年、川端翔太郎ぽい。お母さんが下水道に虫を捨てた。僕がダメだって言ったら、お母さんは大丈夫、また這い上がってくるよと言った。本当に大丈夫だろうか。そう思った僕は下水道について調べることにした。調べると知らないことだらけでびっくりだった。面白くて本も買って読んだ。下水処理場ではまず大きなゴミや石、砂などを取り除く。次に細かい汚れをゆっくり流して沈める。そして微生物を混ぜて空気を入れ、微生物に汚れを食べさせる。また反応タンクで汚れを食べて重くなった微生物を沈める。最後にきれいになった水を塩素消毒して川や海に流す。一度下水処理された水はもう飲み水としては使えないので、トイレの水や電車を洗う水、融雪用水にしたりしている。そしてお出反応タンクで沈んだ微生物は肥料やレンガやセメントの原料などに使われている。下水処理された水がこんなにたくさんのことに使われていたんだ。僕は感動した。でも外国には下水処理場がない国の方が多く、ヒ素に汚染されている水を飲んでいる人がいる。同じ地球でこんなことがあっていいのか。しかも世界中で水が原因で10秒に1人が死んでいるということを知った。地球上の使える水は地球全体の水が2リットルだとしたら、スポイト1滴分だという。水はなんて貴重なんだ。そういえば友達と一緒に公園の水をジャージャー出して遊んでいた時、やめなさいとお母さんに怒られたって。今となって恥ずかしい。この時の自分を叱ってやりたい。その水を貧しい人たちに飲ませてあげたい。僕が、お母さんは水を汚さない活動を何かしているの？と聞いたら、お母さんはたまに洗い物の時水を出しっぱにしちゃうけど、フライパンの油はちゃんとキッチンペーパーで拭き取っているよ、と言った。いつも怠けの者のお母さんもたまにはやるじゃないか。さらに自慢げに、お風呂の水は洗濯用水に使っているよと言った。あと洗い物を絶対やれば完璧なんだけどな。こうなったら僕が水ヒーローになってお母さんの水の使い方を監視するぞ。夕食後、お母さんが洗い物をしていると水を出しっぱにしていた。水ヒーローの僕が水出しっぱなしと言うと、お母さんはすぐさま止めた。すると、お母さんが僕の残した味噌汁を見て、味噌汁を残すのも水を汚すんだよと言ったので、僕はハッとした。味噌汁は嫌いだったけど、水は汚したくないから全部食べた。さらにこんな活動も始めた。お風呂の時、石鹸がいらない水を使う。シャワーの水量を下げる。手洗いの時、ちゃんと水を止める。
次は学校でも広めたい。今度の学級新聞には下水道ニュースをドーンと載せるぞ。僕の夢が一つ増えた。それは将来水不足を助けるための研究をすることだ。ヒ素や放射能を取り除く水処理システムを開発し、世界中の水不足をなくしてみせる。そして世界中に下水処理場をつけて回りたい。地球の水を守る本物の水ヒーローになるために。